心なんですか、ぜひ。どんなことで選んだのかはちょっと分かりにくいけど、いわゆる下野高田の住人でこうなってますが、下野高田といえば、大体高田のね、神仏さんなんかがね、神仏さんなんかがおったところですからね、そのあたりの関係でしょうな。何かエピソードが残ってるとか、そういうことってそんなに、いきさつがあったとか、そういう何かお話が。それまでの戦争、はい、それまでの戦争のことは分かりませんね。ここでね、ここにこういう話がね、残っておりますので。要するにね、それでもうどうせ死ぬんだろうね、死んだ少年のところでね、死にたいもんだということでね、山に落ちて帰ってきてね、そしていよいよ命の終わる時もね、念仏をね、唱えたと。そして古伝承の方によるならね、古伝承によるならば、商人がね、どういう気持ちで唱えるかと尋ねたらね、結局、後者の方で唱えてるんだと、こう答えられた、ね。誠に結構なことだと、商人も言われたと、ね。別にそのことで断る必要ないけど、今読みました、五条族の五条職種のね、原理の方の書かれたところにはそのことは出ておりませんが、ただ最後の時にも、皆さんに申し上げてもらったことはありません。はい、ほんなら一応時間も決まってますので、ありがとうございました。